町内にある、イオンモール福岡か谷町は、福岡県の北西部にある町、か谷郡に属し、九州地方の町村としては最も人口が多い。福岡県の北西部に位置し、西側は、福岡市東区と博多区に接している。町の北部をたたら川が、東西に流れ、南部西部を末川が、北西方向に流れている。町域は、福岡平野に含まる地形はおおむね平坦だが、 北丹、東丹に、やや小高い山があるほか、南東丹の末町、締め町との境界付近に、国鉄締め炭鉱の石炭採掘によって形成された、ボタ山がある。町内に、がよ定地、式縄池、甲馬池、新大間池、盲電池などの大小のため池がある。2007年1月29日に、新宮町を除くカス郡内六町による、合併研究会事務局を、 同年4月以降に任意合併協議会を発足し、同年12月をめどに法定合併協議会へ移行する予定であったが、町議会が否決した。昭和30年代頃までは炭鉱と農業の町であり、昭和50年代に入ってからは、福岡市のベッドタウンとして開発が進み人口が急増、一時人口の増加が鈍化していたものの、2010年の国勢調査では、 人口増加率が県内最多の11.46%と再び人口増加に転じた。2013年に厚生労働省の人口問題研究所が発表した地域別将来推計の2040年の全国市町村別人口推計で全国トップの人口増加率とされた。現在4万8000人を超え九州の町村では1位の人口となっている。大学。 編集高等学校、編集中学校、編集、町立小学校、編集、町立保育園、編集幼稚園、編集、町立私立かすや丹田の一角を占めておりかつては、石炭産業があったが、衰退しすべて閉山。跡地を工場団地としている。町の南端部に2004年6月、大型ショッピングセンター、ダイヤモンドシティルクルが開店した。空港は、 福岡空港が最寄り、長者バル駅九州旅客鉄道、西鉄バス町内各地と、周辺市町を結ぶ路線を運行する。31.310、福岡市か谷町笹栗町、福岡市中心部と笹栗町中心部を結び、か谷町中心部の長者ヶ原を経由する。31番は、町内全区間が、県道607号経由。三百十番は、長者ヶ原が、 都市高速経由。36. 福岡市か谷町水町海町。か谷町では、イオン、福岡東ショッピングセンター、イオンモール、福岡など町域西部、南西部、南部を経由する。74. 福岡市か谷町、町域北部の地区を運行する。急号、福岡市福岡空港か谷町笹栗町、飯塚下川市、原町。 長者が原などの長域中心市街地を運行する。特急、福岡市か谷町笹国町飯塚市田川市、国道201号経由、町北東部のか谷警察署前バス停に停車する。JR 九州バス直方線、福岡市か谷町久山町宮明市の大型市、県道21号経由、長域北端の交通寺、山のびバス停に停車する。 フレあイバス平日のみ町内各地に4コース、1日2本ずつの運行、いずれもかすや町福祉センターを奇襲点とする、循環路線、運賃は無料、高速道路、有料道路、編集一般国道、編集県道、編集主要地報道一般県道かさたまは、ありがとうございます。